はいどうもバイス TV です。特定小型原付についての動画何本か出させていただいておりますけども、ここに来てついに私もこれ欲しいかもっていうのが出てきたのでご紹介させていただきます。それがこちらです。スマサークル S1M。 ちょっと変わってるでしょこの形。自分が特定小型原付買うとしたら何を重視するか、ポイントは2つあって、まず1つはね、軽いこと、そして2つ目はコンパクトなこと。この2点なんですよ。正直乗り心地とかそんなに気にしてません。なぜなら特定小型原付で長距離は想定してないからです。あくまでロム的な利用、もう 1.6 キロとかほんとそのぐらいの利用を想定してます。なぜかっていうと遅いし疲れるからです。でも歩くよりマシじゃないですか。長距離走るんだったら普通にバイクとかっていうかもう車乗りますよね。もしくは自転車乗ります。だって自転車だって速いじゃないですか。これより自転車の方が速いですからね。どこでも駐輪もできるしってことを考えると長距離はやらない、あくまでロム的な利用で、こういったものがいいんじゃないかなというふうに自分は考えてます。なので普段使いとしては本当バイクとか自転車とか車とか乗るんですけども、ただねずっと片道1キロとか2キロとかその程度を補える軽い何かっていうのをずっと探してたんですよ。結構ねスケボー乗ったりすることもあるんですけど、やっぱりねちゃんと堂々と乗れる何かっていうのでね、これがいいんじゃないかなというふうに思いました。特定小型原付でしかも駐輪場とか駐車場とか使う必要のないもの、これが大事なんですね。実はねこちらの会社、このスマサークルの商品っていうのはね、あこうミラーもちょっと消えてたけどミラーもありますね、はい、で実はこのねスマサークル以前からね知ってはいたんですけども、特定小型原付として登場したということで一気に興味が湧きました。特定小型原付だから当然、16歳以上であれば免許不要ですと。でさらにまあヘルメットはね被らなくても大丈夫、あまりこの言い方は良くないんだけど努力義務なので基本的には被ってくださいねということなんですけども、まあフルフェイスとか持ち歩かないじゃないですか。せめてねこういうこんなんでもね、まあ被らないよりマシだと思うので、こんなの持ち歩いてたらいいかもしれません。特定小型原付モデルが出たということで、これが昨日一昨日ぐらいからね、販売スタートしたということで結構気になってます。でちょっとねヤフーのところに結構わかりやすいスペックが載ってたんでそれを見ていきましょう。こちらですね。まずドライカーボン12キロということで、まあ、とにかく軽いですよね。多分ループとかどうなんすか、あれ20キロぐらいあるんじゃないかな。だいたい特定小型原付って20キロぐらいあると思うんですよ。なのでまあ、12キロっていうのは相当軽い方なんじゃないかなというふうに思います。で全体的に結構ねこじんまりしてる感じなんですけど、で最高速度が19キロとなってます。そして最大途半角度 12% ってことなので多分結構急な坂は登れないですね。なので坂道がすごく多いってところに住んでる方はもしかしたらこれちょっと使えないかもしれない。ちょっとした坂なら全然大丈夫ですけど、で耐荷重が100キロで、これ気にする人は気にすると思うんですけど、航続可能距離が17から20キロなんですね。正直そんなに走ることができないんですけど、僕に言わせてみればですね、もっと軽くなるんだったらここ減らしてもいいからもっと軽いの作ってほしいぐらいに思ってます。でバッテリー関係はここに書いてある通りですよと。ちょっとサイト見てみましょう。スマサークルの代理店の販売ページなんですけども、超コンパクト電動バイクということで、そう、これ言いたかったのが、この人たち、バックパックをね、ちょっと近づけるか。背負ってるでしょ。そう、これがケースなんですよ。これを折りたたんで、ここに入れることができちゃうんですよ。結局、なんかよくさ、折りたたんで電車乗れないかなとかって考える人結構いると思うんですけど、折りたたむだけじゃダメじゃないですか。そのまま電車乗れないんですよ。輪行バッグみたいなの入れないとダメだ。これだったらどっかね、例えば電車とか新幹線で地方行って乗るとかそんなこともできちゃうんですよね。そう、旅先でも大活躍の一台です。こんな感じで
YouTube 動画も上がってますけども可愛らしいですよね。多分バランスとかそんな良くないけど、ああそうそうそう、ここにねタイヤが入るようになってんだよね。こんな感じで、特にね外国の人がこうやってまたがると本当にコンパクトで可愛いですよね。不思議な形なんだけど、このタイヤがここに入るようになってんだよね。気になるお値段なんですが、20万9000円ということで、まあそんなに高くないですよね。でブラックブルーとブラックオレンジという2色展開してます。で16歳未満の方は買えませんよと。あれ、あこれがブレーキなんですかね。ウインカーだったりとか、これはスロットルですね。できればねオートバイみたいにこうグリップをひねるタイプが好きなんですけど、これ疲れちゃうんだよねこれがループ乗っていつも思うんですけど、こういう感じですよと。これが、これシートかな、シートがバッテリーになってるんですかね。そう、折りたたむとこんな感じに小さくなります。これはいいでしょう。なんか一応折りたためますみたいな自転車とかもあるんですけど、結構ね折りたたむと逆に持ち運びにくいみたいなのが少なくないんですよ。メイトとかもそうなんですけど、まあメイトはそもそも重いんでね。そう、これならいいよね。でアプリでね結構いろいろできるみたいです。ロックとかそういった意味ではちょっとしたバンムーフチックなねハイテクな e バイクみたいなアプリがあるということです。でこれ僕何に使うかと、もしねこれ買ったら何に使うかというとですね、まあ正直なくても全然生きていけるんですけど、この手の乗り物好きなので1台あってもいいかなみたいな感じで、例えばなんかどっか訪問先にね止めるとこないみたいなのも気にする必要ないじゃないですか。バックパックに入れちゃえばいいんだもん。だとか、あと例えば友達の家に遊びに行くときとかさ、場合によってはなんか帰りにもしかしたらお酒誘われるかもなみたいな時あるじゃないですか。でそういう時ってさ、車とかバイクだと、ああちょっと今日車なんでとかバイクなんでみたいになっちゃうんだけど、自分の場合本当に行きたい時はもうどっかその辺の駐車場止めて一晩止めといて翌日取りに行くとかってやることもあるんですけど、まあ正直お金もかかるしね、次の日そこ行くのもめんどくさいじゃないですか。でそんな時なんかもこれだったらさ、お酒誘われたらね担いで帰りゃいいだけだから、帰り電車でもタクシーでもいいわけじゃん。用途としてはいろいろあるんじゃないかなって思いますよ。だから多分そうだな、駅から徒歩10分とか20分ぐらいのとこ、あの家に住んでる人とか、もしくは勤め先が例えば駅からそうですね徒歩10分20分ぐらいかかるところに勤めてる人だとか、だけどなんか止めたら怒られるとかさ、とかまあそんなような人たちには便利なのかなというふうに思います。今気づいたんですけど、多分これサイドスタンドとかセンタースタンドがないので立てかけることができなさそうですね。これないよね、ほらほらこれはうまい具合にやってるけど、そうないんですよ。あでそうだ、この下の方にあったんですけどオプションがありまして、このバックパック残念ながら売り切れちゃってるんですね。でこのスタンドがあるんですよ。これを使うと、まあ、立てることができると。ただこれ持ち歩くのはかったるいよね。でこれが専用バッテリー、専用、あれこれがサドルってことですよね。だからスペアバッテリーとしては一応あるということなんですかね。そう、結構ね僕怪しい会社のもねたまに触れるんですけど、これ多分大丈夫じゃないかなと思います。なんかうかつに紹介してね届かないんですけどみたいなのが過去にあったんで、ちょっと慎重にやんなきゃいけないんですけども、最近触れた会社のよりかは全然まともじゃないかなというふうに思います。なんならこれ、あ、そうそう、スタンドがね、こういうことですよね。まあ自宅で止めとくときとかね、あったらいいかもしれません。まあそうですね、さらに欲を言うと、正直サドルがなくても何でもいいから、もう5キロとかでコンパクトになるのが出たら、もう航続距離が変な話、10キロとか、なんならもう航続距離5キロでもいいから、そのぐらい軽いのが出れば欲しいですね。で今はループのキックボードも至る所にあるし、なかなか特定小型原付を購入するってところまで持っていくのはなかなか難しいと思うんですよ、特に都会では。
なんですけど、需要はねそれなりにあると思うので、個人的にはぜひこのシーンは盛り上がってほしいなって思ってます。以上、ご視聴ありがとうございました。きれい。Yeah.